帝国に抵抗している反乱軍の連中だろうな。パーティーで王宮の警備が緩んだ隙にレイン暗殺を企んだってところか。だがレインの方が一枚上手だったな。自分を餌に反乱軍をおびき寄せてイフリートで一網打尽ってわけだ。とんだ面倒に巻き込まれたな。服がすっかり汚れちまった。こんな格好で捕まりたくないな。今日は仲間が増える日ね。
面倒がだろ。大丈夫？ありがとう。あ、俺はバン。バルフレアとフランは。おい！お前は？アマリア。アマリアか。よろしくな。他には？あれ？おお、こいつはまた。俺が見つけたんだから俺のだ。そいつは議論の余地があるがな。盗んだのね。おう。いつまでここに？連絡が途絶えれば探しに来るわ。だな。お前も一緒に来いよ。一人よりはいいだろ。わかった。機嫌悪いね。盗みの前に覚えとくことがあるんじゃないか。なんだよそれ。この状況では一人でも多くの力が必要でしょうね。たとえそちらが盗賊だとしても。はぐれた同志たちと合流するまでゲストキャラクターとして同行します。ゲストキャラクターってのは一時的な仲間さ。俺たちパーティーメンバーと違って指示しなくても独自に考えて行動する。つまりこっちの指図は受けたくないし、自分の身は自分で守るってわけだ。勇ましいね、反乱軍ってな。解放軍です。さあ行きましょう。
殺者より罪は軽い。この人たちは関係ない。解放して。お前、その呼び方やめて。待って、ほんの出来心だったんです。どうか許してください。お願いします。帰んねろ。悪い、おごりは今度な。バカ、やめて。しばらく預かっといてくれ。バンを連れて帰るからな。そこだ。わかったよ。そうカリカリしなさんな。兄貴、バルフレアだ。何やってんだあの女たらし。俺がやるまで捕まるなって言っておいたじゃねえかよ。